はいどうも、今日はですねまた秋の昆虫採集に来ました。ちょっと採集久々ですね。実はちょっと左手を怪我してしまいまして、結構痛めたんですよね。でちょっとしばらく来れなかったんですけど、まだ完全には全然治ってないんですけど、もう採集しないともったいないんで来ました。ここめっちゃコオロギ鳴いとんな。エンマコオロギですね。ほらめっちゃ鳴いてる。はい、これなんやろと思ったらキノコですね。真っ白です。結構でかいな。テニスボールかなんかかと思った。はい、なんかバッタいましたね。草切りとかかな。こいつ全然動かんねやけど、メスですね。なんやろこいつ。うわめっちゃお腹パンパンやな。これ産卵前のなんかツユムシみたいなやつかな。はい、これいっぱい鳴いてるエンマコオロギです。こいつはメスなんで鳴かないですけど、エンマコオロギのメスですね。なんかちっちゃいなこいつ。はい、これ何でしょうか。なんかの毛虫なんですけど、いっぱいいます。全然気づかんかったけどいっぱいいるんですよね。なんかちょっとヤバそうな色してるけど何なんでしょうか。いや結構まだまだおるな。いやこの辺さ、夏は普通に暑いんやけど冬になるのが早いし、冬がめっちゃ寒いんですよね。やからもう全然おらんかなとか思ってたけど全然いますね、いろいろ。あ、マジでコオロギがすごい鳴いてるな。トノサマバッタおらんかな。去年もここで撮ったんやけど、トノサマバッタ僕好きなんですよね。で僕のいるところって全然トノサマバッタもいないんで、欲しいねんな。なんか糸トンボみたいなやつがいっぱいおるわ。ほらまた毛虫おった。これも多分さっきと同じやつやな。イナゴも結構いるな、見てたら。はい、またエンマコオロギですね。こいつもメスです。鳴いてるオスが全然見つからないですね。はい、これザトウムシですね。足長いです。キモ。ザトウムシは無理やな俺。いや今日さ、実はバイト帰りなんですよね、昆虫採集に来たの。やからもう結構夕方なんやけど、また後日明るい時間帯から来ようと思います。明るいっていうか昼間から早い時間から、もう結構夕方なんですよね。やっぱ夕方になると結構冷えるなこっち。はい、またこいついました。こいつ何でしょうか。あんまり見えへんやけど、草切りとはちょっと違うし、首キリギスともなんか違う気がする。よいしょ。あー、こいつもお腹パンパンですね。産卵前やな。こいつなんなんやろ。
分からんな。分かる方いたらぜひ教えてください。はい、またいました、毛虫。毛虫多いな。え、マジで何の幼虫なんやろ。サナギで越冬するタイプかな。殿様バッタおらんかな。うん、これめっちゃ綺麗なタンポポです。うん、お違うか。はい、こいつイナゴですね。こいつめっちゃ羽短いですね。うん、あ、多分オスですね。うん、はい、イナゴが交尾してます。うん、下がメスで上がオスですね。はい、これオスのエンマコオロギですね。あ、逃げちゃった。はい、ヒナバッタのメスもいました。うん、こいつオスはシュル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 って鳴くんですよね。うん、こいつはメスなんで、メスって鳴かへんのかな、ちょっとわかんないですけど、ヒナバッタのメスです。うん、こいつも多分卵持ちやな。あれ、はい、というわけでね、まだ5時前なんですけど、だいぶ日が沈んできました。うん、最近マジで日短くなりましたね。うん、でやっぱ夕方になると結構冷え込みます。うん、結構肌寒いです今。よし、ほんじゃ、まあ今日はこのぐらいにして帰ります。またね、秋の昆虫採集やろうと思ってるんで、また楽しみにしておいてください。とりあえず今日はもう帰ります。はい、というわけで帰ってきました。今回はちょっとバイト終わりで、かなり夕方の最終だったんですけど、全然いましたね、昆虫。うん、ちょっと手を怪我してる間に結構寒くなってきちゃって、もう全然取れないかなと思ったんですけど、全然いましたね。うん、いや、こっちの方さ、さっきも言ったけど、夏は暑いんやけど、冬がめっちゃ寒いんですよね。でも秋もね、すぐ終わっちゃうっていうか、うん、秋があんまないんですよね。うん、やから今回ちょっと心配したんですけど、まだまだいけそうですね。で、まあ今回はこいつだけ持って帰ってきたんですけど、こいつなんでしょうか。うん、多分キリギリスの仲間だと思うんですけど、あんま見たことないですね。うん、草切りかなと思ったんですけど、なんかちょっと違う気がするし、首キリギスではないですね。うん、なんなんやろマジで。メスっていうのもわかるんやけど、いや、草切りなんかな。なんかちょっと違う気がするねんな、思い込みかもしれんけど。で、まあ次回もまた採集行くんですけど、次いつになるかな、ちょっとまだ日付はわからないですけど、暇な時あったらまた同じとこで採集したいと思います。まあ次はエンマコオロギまた何匹か取って持って帰ってきて飼育しようかな。うん、エンマコオロギもまた、何匹か取れたら飼育したいと思います。で、まあこのバッタは多分もうすぐ産卵すると思うので、うちで飼育して産卵させます。うん、とりあえず草とかだけ与えといて、産卵するまで様子見ようかな。うん、ちょっとまた容器移して土敷いといて、その上に草とか置いとくかな。うん、とまあ今回はこんな感じの動画です。
また次回も秋の昆虫採集するんで、ぜひ動画もご覧ください。